予想外の出来事が起きます。フロントガラスにぶつかってきたのはクマ。車に突進してくるとひるむことなくもう一度体当たり。ドライバーはクラクションを鳴らして威嚇しながらその場を離れました。しかしクマは追いかけてきたのです。来た、まだ来た、来た、やばいぜね。現場は北海道根室市の林道。発生は昨日午後1時ごろ。軽トラックには山菜採りで訪れた男性2人が乗っていました。体当たりでワイパーが壊れ、2度目の体当たりでフロントガラスに大きなひびが入る様子が確認できます。専門家は体当たりしてきたのは子育て中の母グマだと見ています。あれは母グマですね。クマというのは子グマがパニックを起こすと、母グマはそのそばにいる外敵らしきものに対して攻撃をして仕掛けてくるというのがクマの基本パターンになってきます。子グマらしきものは映像にも映っていました。クマが突進してくる直前、左側の林に黒っぽい小さな姿が映っています。こちらが攻撃したつもりがなくても、子グマがパニックを起こして走り出せば、母グマは子グマを驚かしたものに対して攻撃をしてくるというのが普通です。